高畑達夫4月7日は日本の海軍軍人海兵64機太平洋戦争において582空艦幕隊長として二号作戦に参加戦死による1階級昇進で最終階級は海軍少佐福島県北方町出身北方中学を経て1937年3月海軍兵学校を卒業高畑は 海兵64機で同期生に身延ただし石田す手を折笠重康がいる。赤字は160名中100番。高畑は艦上爆撃機登場員となり、宇佐空では教官として実用機協定を指導した。移合作戦でラバウルを発信する582空所属の99艦爆百9 4 3年4月6日、高畑らは 山本56連合艦隊司令長官の見送りを受け、ラバウル東飛行場から発進基地となる部位にへ向かった。1が X 攻撃の進撃路。3体サベル島ミニガーから進撃路へ下ろした水線と進撃路の後天付近がブラック島。1942年11月、ガダルカナル島の戦いで戦力を消耗していた2空に対し、 南西方面を担当していた31空、33空、35空、40空などから、艦爆登場員が増強された。この部隊は、当時の日本海軍が保有する唯一の基地艦爆隊で、名称を582空と改め、ラバウルを基地とした。582とは、艦爆隊、バイズルチンジフ所属、特設部隊を意味する。主要幹部は司令。 山本久史大佐、戦闘機隊長、新藤三郎隊員、艦爆隊長井上文頭少佐で、戦闘機1個分隊36機、艦爆2個分隊24機からなっていた。高畑はその艦爆分隊長として956、空から転属となった。米軍のガダルカナル攻撃が開始された際、片道攻撃を行った一人でもあった、井上少佐は、 12月のブナ攻撃での負傷により内地抗争となり高畑は艦爆隊長となる高畑は1943年1月の連度は敵陣地策的攻撃3月の第1次ルッセール島攻撃第2次ルッセール島攻撃で艦爆部隊を指揮した同年4月7日高畑は X 攻撃部隊の第2攻撃隊指揮官として582空の 99艦爆18機を率いて、ブーゲンビル島部ン基地を出撃した。第一攻撃隊の空母、随格艦爆隊17機を率いるのは、高畑の親友であった、高橋忠太大、第3攻撃隊の空母、費用艦爆隊小隊長は、宇佐空時代の教え子、豊田城中尉である。しかしその進撃途上のブラ島東方で、高畑機は海上に不時着し、 高畑は偵察員の駒沢和馬上飛走と共に行方不明、未帰間となった。この日、582空間爆退は、高畑機のほか、第5小隊の3機が自爆、未帰間となり、攻撃目標であった、つらぎの右上空に密運があったため、攻撃できたのは全15機中8機であった。八十二空は、解体以来、高畑を含め十二名の士官を失ったが、 高畑の後任に、エンマの異名を持つエマ・タモツ隊員を迎え、1944年のラバウル航空大会さんまで戦いを続けていくこととなる。582空間爆隊は、この攻撃で高畑機以外にも、エンジン部長のため引き返したもの一機、会場に不時着したもの一機があった。582空戦人可視館は、生還した搭乗員たちの話から、 高畑の行動につき次のように推測している。ナオコの専任歌士官は、高畑機の偵察員としてラッセル島攻撃に参加し、99艦爆の功績から、高畑の投資と技量を見届けた人物である。隊長高畑隊員は、おそらく進撃途中で、エンジンの不調に気づいたが、今日の大攻撃に唯一の基地艦爆隊指機関として、責任を痛感して、 引き返しを断念したのだろう。隊長は、母艦機に遅れをとってはならないと、最後まで頑張り通したに違いあるまい。同じ日、エンジン部長で引き返した我が機に比べ、指揮官機としての責任感に燃えた、隊長高畑隊員の心情を思うと、身の引き締まる思いがしてならなかった。命令一家デデタツは180ページより引用高畑と、折笠は、地償会会員で、 海兵在校中から柴五郎などの幹部から指導を受けていた。高畑の人柄については、気さくな人で、我々にも笑顔を持って接した、合法来楽な親分肌、飾らない人などがある。俺が戦闘が口癖で、差し掛けの将棋を帰ってから続けようと語り最後の出撃に向かった。昭和18年1月582空飛行機隊戦闘行動調書。 昭和18年2月昭和18年3月582空飛行機対戦闘行動調書。ありがとうございます。